舞伎俳優の市川團十郎さんが6月11日東京都内で歌舞伎座7月公演昼の部星合わせ13段取材会に出席しました。海老蔵時代の2019年7月に初演歌舞伎の名作義経千本桜の主要な13役を早変わりで演じて反響を呼びました。團十郎さんは満身創痍、体調不良で休演もあってやりきれない部分もあったと当時を回想。襲名後初の上演で会場には13役の衣装も展示され、歌舞伎に貢献していくため後世に残るものを作った、気軽に見に来てほしいと来場を呼びかけました。13代目團十郎にも掛け合わせたという13役という数字について團十郎さんは、海外では不吉な数字だけど僕もせがれも13という数字が好き。せがれは大きくなったら13代目になりたいと言っていると苦笑い。ダブル菊五郎の話題で歌舞伎界が盛り上がる中、ダブル13代目のジョークで会見を盛り上げました。6月は妻でフリーアナウンサーの小林真央さんの命日が近づき、團十郎さんは特に報告はない、毎日手を合わせてコミュニケーションをとっている、あの日は空が真っ赤だったので6月の空が真っ赤だと子供たちとそんな話をすると胸の内を語られました。團十郎さん、星合わせ13段は襲名後初の上演なのですね。そして真央さんの命日6月22日を迎えられます。頑張っていただきたいですね。最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。